橋本です。よろしくお願いします。今回はね、宇宙人の大ちゃんのブログからいろんなまた新しいニュースが出てるんで、これを紹介します。いきます。最近 NHK の集金業者も破産しているよということをまず載ってます。NHK 受信料徴収業者が破産。訪問要員への無駄なコストに自社でなぜやらせないのか。2023年には委託全廃へと。これフラッシュニュース。NHK 受信料徴収のための訪問業務を請け負っていた仙台市の業者が、仙台地裁から破産手続きの開始決定を受けた。決定は10月7日。他の事業の低迷に加え、コロコロで渡月訪問を控えたことが影響。ね、これ朝日新聞で報じたと。この業者は仙台市青葉区。ここで D、ここで TB。2014年5月に NHK と業務委託の契約を締結。広告業やラーメン店、無料案内所などを経営に加え、山形県内で NHK 受信料の徴収の仕事を行っていたと。売上で、NHK の受信料の渡月訪問も控えることとなり、2022年6月期の売上は、9800万円までに落ち込んでいたと。負債総額1億1700万円。受信料徴収を委託すること自体批判する声が多く上がっているということ。もう、末期症状だね。それから次、NHK に、担当者、これちょっとこれいいのかな、在日朝鮮人から、受信料を徴収していないのではないの？聞かれて、設問されると、受け取っていますと回答した NHK の担当者が。で、さらに追及すると、徴収する努力をしていますと白状。在日外国人から受信料を徴収を徹底していないことが暴露。NHK の外国への国際放送が無料。なんだって、これもおかしいと。続きましては、なんだか知らないけど、足立区の路上で戦車が走っていた。空、海、陸、すべて封鎖かな？ これはまあ考察だよ、考察。でも実際に、装甲車が、一般の、これ水戸街道かな、都心部に装甲車が走っているのが写真に撮られてるよと。この辺はもう考察だね。面白おかしく、こういう情報を笑いながら見ていこうよということだね。次、北朝鮮は核実験の準備完了。韓国の大統領が、北朝鮮は核実験の準備が完了と言ったと。韓国の大統領が演説したんだね。10月25日火曜日。ちょっと読みます。韓国のユン・ソン・ニョル大統領は25日、北朝鮮が核実験の準備を終えたと判断されると発言し、核実験再開の可能性について警戒感を改めて示した。大統領は、北朝鮮は核の先制使用を公開的に表明するだけでなく、7回目の核実験の準備もすでに終えたと判断されますと。25日の国会の施設演説で北朝鮮を強く牽制した一方、北朝鮮が非核化を決断し、
対応に応じるならば大規模な食料支援などの経済的な支援を行うとする。北朝鮮の非核化に向けた構想を改めて示したと。もうこれも全部嘘、嘘。偽の第三次世界大戦を匂わせるものだけど、韓国そのものが完全な石屋なんだから、ね、日本と同様、すべて、占領されてるの。だから言わされてんの、そうやって。そして恐怖を煽り、ね、そして軍需産業を潤すためにこうやって、大局を作って、争わせて怖がらせて武器を売るの、ね、まだやってるってこと、ね、この後に及んで、うん、とにかく根が深いから、うん、でもこれねずっとやらせてんだね、ずっとね、はい、さあそして最後ここからがねメインイベントです。ジョン・ F ・ケネディよりメドベッドで DNA を完全に復元できると来ました。ここはちょっと読むよ、ちゃんと。副大統領からのメッセージ、ジョン・ F ・ケネディ・ジュニア。現在世界中の病院に取って代わっているホログラフィックメドベッドは日常的に使用できるようになります。ニコラ・テスラのフリーエネルギータワーと組み合わせることで利用可能なすべてのテクノロジーがこれからの標準に適合します。高度な知能を使用すると、メドベッドでがん、腫瘍、繊維筋痛症を治癒できます。ワクワクによる損傷を元に戻すことができます。老化は存在しません。老化。ね。歩く老化じゃないよ。老ける老化だよ。関節の痛みや、サプリメント業界の役目も必要ありません。ね。うん、メドベッドには、頭からつま先まで体をスキャンして、各問題を検出する機能があります。タキオンとプラズマエネルギー、機器を使用して、DNA を完全に復元することができます。手足や臓器の欠損を完全に回復することができます。視力を回復し、脳の健康を回復します。私たちの高齢者と偉大なアメリカの退役軍人に20歳若いと感じる若返りを与えてください。私たちが行くところ、私たちはすべてに行く。ここよくわかんない。翻訳がちょっと違うんだろうな。私の仲間のアメリカ人、アラシーが私たちに迫っています。直訳するとこんななっちゃうんだろうね。面白いね。ただ、このことが、テレグラムだか何かに載ったんだね。うん、素晴らしいね、うん。ワクワクして待ちたいと思います。うん、私なんかもね、ちょっと肝臓、ね、C 型肝炎でやられて、医師屋によってね、輸血が原因だったんだけど、まあ、それが原因で、この40年ぐらいの間に体をかなり悪くしてて、腎臓も肝臓も非常に、良くないんですよ。三次元的なの、検査をすると。だそのおかげで、副作用で歯がガタガタになってるんです、今までね。うん。で、まあ、そんなこともあって、本当に早くメドベッド、入って健康体な体に戻りたいなって常々もう日々宇宙さんに早くその日が来るようにしてねってお願いしてます。可愛いね、僕もね。それからちょっとねワクワクのこととか書かれてんだけどもうねバンされてっからねこの辺のことはちょっと今回の動画でもスルーします。どうか許してください。このチャンネルも、動画も、サードチャンネルでアップいたします、ね。どうかセカンドチャンネルとサードチャンネル両方ありますので、両方、視聴者数の増加を、今考えておりますのでどうかご協力のほどよろしくお願いします。とにかくね今回の、宇宙規模の
ゲームのこと、ゲームマスターのことが理解できた。そしてその上で、小さな宇宙人アミのこういう宇宙の話、こういったことが理解できた。ね。そしてなおかつ、無償の愛、すべて受け入れる。こういったことができる。そういうグループ、人づくり。これは僕の最大のテーマなんです。ね。で、こういう人たちのコミュニティを作って、そしてみんなで情報共有する。だけども、それぞれに、ね、いろんな考え方があるので、このこだわりの部分については尊重する、ね、だけれど大枠としてマクロの世界としてこの辺のことが共有できる、そういう人の集まりの団体を作るのが僕の近々の目的、目標であります。でこれを別に利益のためだとか団体を作ろうだとか宗教の何かこう競争的なものになろうとか、そういったことをもう一切考えてません。これによってお金儲けをしようってことも一切考えてません。そうではなくて、徳積みです。徳積み。うん。常に、僕は、もう世のため、人のために、今できることがこれだと。これがやりたい。だから、YouTube を通して、登録者数を増やそう。視聴者回数を増やしていこうっていうふうに思っているだけです。だからそこに賛同していただければ結構です。だからあくまでも上人さんが言う、宗教にするなよ、団体を作るなよ、金集めするなよ、ね、競争になるなよ、こういったことをもう口酸っぱく言われていますんで、このことは絶対に僕の世界観の中にも厳しくいさめるつもりでおりますので、ここだけはもし、何か僕が線路から外れるようなことがあったら厳しく私のことを叱ってください。そうならないように、情報発信、仲間づくり、そういったことをしていこうと思います。とにかく、何でもいいです。ちょっとでもね、僕と話したいとか何か相談したいとか聞いてみたいことがあるとかっていうことがあれば、概要欄に連絡先を貼っておきますんで、いつでもご連絡ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。